好き、せーの、まるごとフジ。皆さん、ご機嫌いかがですか。今回は私、大村舞子がお伝えします。今回のまるごとフチューは、先日開催された多摩川清掃市民運動の模様をお伝えします。その他の内容はご覧の通りです。どうぞ最後までご覧ください。まずは府中市発行の広報誌広報府中からお知らせをダイジェストでお伝えします。広報府中6月11日号の主な内容はご覧の通りとなっています。子育て世帯臨時特例給付金の申請受付を開始します。消費税率引上げなどの影響を踏まえ、子育て世帯に対し臨時特例の給付金を支給します。対象は平成27年6月分の児童手当受給者で、支給額は3000円です。申し込みは6月18日木曜日から12月18日金曜日に、申請書を市役所北庁舎3階会議室へ持っていくか、郵送の場合は子ども家庭部子育て支援課子育て世帯臨時特例給付金担当へお願いします。サントリーサンゴリアスの初心者ラグビー教室を開催します。7月25日土曜日、サントリー府中スポーツセンターで、市内を活動拠点とするサントリーサンゴリアスと市の共同によりラグビー教室を開催します。対象は小学4年生から6年生で、ラグビー初心者の市民、定員は60人、抽選です。申し込みは6月26日金曜日までに、往復はがきに必要事項を記入して、障害学習スポーツ課ラグビー教室係へお願いします。生ごみ処理機キエーロのモニターを募集します。市では家庭生ごみの減量に向けて、土中の微生物の働きにより生ごみを分解することのできる生ごみ処理機キエーロのモニター調査を実施します。これに伴い、キエーロを一般家庭で使用し、調査にご協力いただける市民の方を募集します。期間は8月1日土曜日から平成28年1月31日日曜日。定員は10世帯です。申し込みは募集要領を確認の上、決められた用紙に必要事項を記入して、生活環境部ごみ減量推進課へ持参してください。詳しくは広報府中6月11日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は、広報課広報担当へお申し込みください。続いては防災に役立つ豆知識を紹介する防災一口メモです。今回は避難場所についてお話しします。府中市では避難場所を地域避難場所、指定避難場所、広域避難場所の3種類に分けています。地域避難場所は、身近にある公園や神社の境内など、市民自らが地域の実情に応じて選定していただく場所のことです。指定避難場所は府中市が指定した避難場所のことで、現在は市立小中学校や都立高校など校庭39箇所を指定しています。指定避難場所については、震度5弱以上の地震が発生した場合には、市の職員数名が速やかに駆けつけることとしておりますので、この点について地域避難場所との大きな違いがあります。
なお、以前はこの2つの避難場所のことを一時集合場所と呼んでいましたが、一時という言葉が分かりづらいことなどから府中市では避難場所という名称に統一しています。詳しくは3月に全校配布いたしました府中市防災ハンドブックをご覧ください。10月1日を基準日として全国一斉に国勢調査が実施されます。市では国勢調査の調査員を募集しています。国勢調査は日本の未来のために欠かせない大切な調査です。あなたも国勢調査員になりませんか？府中市内で活動する NPO ボランティア団体を紹介するこのコーナー、今回は認知症予防ネット東京府中をご紹介します。人々が認知症にならず人間らしい老後を過ごせるよう、認知症予防のための脳活性化ケアゲームを市内に広めるため、平成25年10月に設立されました。今日は加藤さんと西原口さん、そして宮崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では加藤さん、早速ですが、普段はどういった活動をされてますか？はい、府中市内で毎月1回から2回の脳活性化ケアゲームの体験教室を開催しております。で、またこのゲームの指導を行うリーダーのための、講座も開催しています。そして地域包括支援センターからも依頼をいただいたりして、介護予防講座なので、体験教室を行う機会もいただいてます。脳活性化ケアゲームですか？はい、これはどういったものなんですか？はい、これは20種類のゲームから作られておりまして、はい、指から腕の運動から、上半身の運動、そして頭の体操、そしてみんなでこう集団ゲームで盛り上がるっていう4つのステップからできてるんです。で、いくつもの同時進行ということで脳を活性化していきます。早口グーチョキパーですとか、毎回爆笑の土壌さんゲームっていうのはとてもみんな大好きなんですけれども、はい、また太鼓の合奏があったり、シーツ玉入れとか、あと本気じゃんけんとか、楽しいゲームばかりで盛り上がってます。いや本当に楽しそうですね。はいはい、で、厚生労働省の調べでも認知症初期段階の方がこれを20回継続した場合に 87.3% の方に改善が見られるという報告が出てるんです。はい、では今後これからどうしていきたいという展望をお聞かせいただけますか？はい、高齢者の方など認知症が不安な方には発症を予防するという効果がありますし、健康の方には心を元気にするという効果があります。今後は認知症の予防のみならず、子どもさんから大人の方にまで、すべてにこのケアを必要とする方々にいろいろな場面を通してゲームをご紹介したいと思っております。はい、では直近の予定としてはいかがですか？はい、直近の予定としては6月20日土曜日と7月18日土曜日の午後1時半から3時半まで、東府中にあります武蔵府中商工会議所を会場として体験教室を行います。またこの他にも年間を通してさまざまな催しを開催していますので、お気軽にお問い合わせください。今回は認知症予防ネット東京府中の皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては多摩川清掃市民運動の模様をお伝えします。5月24日市内多摩川河川敷全9カ所で多摩川清掃市民運動が実施されました。この多摩川は私たちに先代が残してくださった大変貴重な自然であります。これを次の世代、またその次の世代へとしっかりと渡していくためにも、こういった運動が欠かせないというふうに思っておりますので、皆様方お一人お一人の
少しずつの努力の積み重ね、これは何より不可欠でございまして、心から感謝を申し上げます。実行委員長の村野さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。今日本当にお天気にも恵まれて良かったですね。はい、はい、当初雨が降るかと思ってたんですけど、はい、まあ、朝降水確率も 10% っていうのでもうほっとして。そうですね、はい、今回開催をこのように無事に迎えるにあたっていかがですか、はい、お気持ちは。はい、まあ、本当に嬉しいと言いますか、はい、清掃することで綺麗にするっていうのと同時に自然を満喫していただきたいなと思いまして、はい、まあ、その天気なのでそれもできるかなと思いまして本当に嬉しく思ってます。河川敷では自治会、企業、市民の皆さんが多摩川をより綺麗にするため力を合わせていました。今回はそんな皆さんに多摩川が綺麗だなと思った瞬間について伺いました。おはようございます。すごい綺麗なお花も摘みながら、そう、ゴミも拾って、だから綺麗だったから ね、すごく素敵ですね。お母さんが好きな季節はありますか、この多摩川沿いの景色で。いや、夏が一番いいんじゃないですか。そうですか。涼しいし、はい、私もすぐそばにいるけど、はい、クーラーいらないんです。あ、そうですか、うん。今日参加してみてどうですか。とても暑いけど楽しいです。前よりゴミが少なくなってて仲いいなと思って。はい、楽しいです。楽しいですか、よかった。多摩川が綺麗だなと思う瞬間とかありますか。毎年来てるんですけれども、今年は例年よりもゴミが少なくなって、夏とかに遊びに来てもいつも楽しく安全に遊べてありがたいです。夏前で心地がいいです。ゴミもなくなればさらにいいと思います。はい、皆さんどういったお仲間なんですか。これはですね、府中市の、楽しく走ろう会という会で、はい、毎週日曜日にはもう朝7時に皆さんで体操しながら走っております。多摩川が綺麗だなと思う瞬間、皆さんお持ちだと思うんですけれども、走っていて富士山が見える時がすごく綺麗です。はい、よかったなと思います。はい、いかがですか。そうです、冬ですね、一番寒い冬、はい、朝早く4時5時に出るでしょ。幻想的にうわー、もうそれが、もやもや、もうそうですね、はい、ここはもう朝日から夕日までしっかり見られる場所なので、富士山も見えて、はい、春は桜が咲き、もう今の時期は緑がいっぱいですし、はい、とてもいい場所だと思います。はい、その中で走れるっていうことは幸せです。サントリーサンゴリアスの皆さんにお越しいただきました。皆さんおはようございます。おはようございます。参加されてみていかがですか。市民一体となってこういう活動ができているっていうのに携わることができて、すごいいい体験ができました。皆さん府中市を拠点に活動されていると思いますけれども、多摩川にもよくいらっしゃいますか。そうですね、住んでるのもこの近くですし、はい、グランド行くのにも毎日通るので、はい、毎日見て、はい、通ってます。そんな多摩川綺麗だなと思う瞬間ありますか。そうですね、川と富士山と電車がちょうど見えるポイントがあって、はい、そこ朝通ったりするとやっぱすごい綺麗だなと思います。はい、いかがですか。そうですね、やはり川沿いには桜の木等々もあって、はい、やっぱり春、夏、秋冬を感じられるすごいいい景色があるなと思います。僕は4月に来て初めて通ったんですけど、はい、なんか走ってる方とか自転車を漕いでる方とかそういうのも含めていいなと思います。新緑が輝く多摩川、今回の清掃でより美しくなりました。今回の丸ごと府中はこの辺で失礼します。またお会いしましょう。